ビホルダー。ビホルダーとは、テーブルトーク RPG のダンジョンズドラゴンズに登場する怪物である。球場の体に巨大な一つ目と口を持つ。D&D への登場以後、他のファンタジー作品にも多数の類型の、そして名前の異なる、生物が登場している。ビホルダーは、英語で、見る人を意味する。直径2から3メートルほどの球場の体に、 巨大な一つ目特徴を持つモンスター。さらに頭頂には小さな目がついた触手が10本ほど生えている。手足はなく、魔法的な力で地面からわずかに浮遊して移動する。D&D では非常に強力なモンスター種族として描かれ、ドラゴンやイリシッド、マインドフレイヤーに並ぶプレイヤーキャラクターのライバル的種族である。その強力な存在感から、 キャンペーンシナリオなどでは、ボス役を飾ることも多い。D&D のルール上では、属性は一般的に秩序にして悪、老古いビル。姿勢は高く人間の言葉を開始高度な魔法を使うことも可能。盗聴の職種からは様々な不思議な効果を持つ開口線を放つことができ、これはプレイヤーキャラクターに対して大きな脅威となる。 ビホルダーの能力として代表的なものは、巨大な一つ目から放たれる、不可視の魔法無効加工戦である。視線にさらされている間、通常の魔法は打ち消され、さらに、マジックアイテムですら魔力を失う、魔剣が、ただの剣となり、魔法の回復薬等もただの水となる。ただし、効果時間に制限のないもの、主に、マジックアイテムなら、視界から逃れれば、 魔力を取り戻す。さらに、触手の先の目玉は、それぞれ、相手を石化する、分解する、即死させるなどの多種多様な能力を持っている。特に、分解は物も生物もゴミに分解してしまうため、この光線を受けると死亡するのはもちろん、遺体も残らないため、蘇生魔法が使えないという、恐るべきものである。分解自体は、高レベルの魔術師キャクターも、使用可能。また分解や、 蘇生魔法より高レベル、最高レベルの魔法である願い、ウィッシュで肉体を復活させれば蘇生魔法を使える。これら特殊能力ゆえに高レベルのキャラクターであっても苦戦は必死である。米による攻撃には自ら放つ魔法無効加工船内に入ると効果が消えてしまうという弱点が存在するが実際は米の能力を使う瞬間に巨岩を閉じるため アクションゲーム以外では問題がない。また、ビホルダーを挟み撃ちにしようとすると、正面のキャラクター以外は巨岩の影響を受けない代わり、一度に同じ方向に向けられる米の本数制限から解放されるため、すべての米を使えるようになる。ビホルダーの死体から作り上げたアンデッドは魔法無効化光線を放たなくなるが、代わりに魔法反射の能力を持つようになる。 あくまで巨岩の能力のため、生前の無効化光線と同様正面以外では、効果が発揮されない。また、アンデッドビホルダーを狙った魔法以外は、この影響を受けないため、マジックアイテムや回復魔法、強化魔法を使えるのが、敵対者にとっては幸いである。当日する鈴木土下座エモ門の事件以降、日本ではビホルダーには、 強い権利問題が絡むという認識がある。そのため、D&D 以外の多くのファンタジー作品においては、ビホルダーのようなものを出演させるときには、名前や一部デザインなどを変更して登場させることが、通例となっている。2000年以前の D&D の制作、販売元であった、TSR 社、後に、ワトック社が、買収が、権利関係で、 厳しい姿勢を示していたことは有名だが、ビホルダーの権利問題が過剰に意識されている。背景には日本語販売元、当時であった株式会社神話が TSR 以上に厳しい態度をとっていたことがある。ただし、英語でビホルダー、ビホルダーは見つめるものという意味で、英和辞典にさえ載っている一般名詞のため、英語圏では商標登録ができず、 同様の設定や外見を合わせ持った著作権違反を犯ない限り問題はない。萩原和志の漫画、バスタード、暗黒の破壊神マイナスに登場したビホルダーの外観に加えて手足を持つもの。週刊少年ジャンプ掲載時は手足はなく名前もビホルダーだったが単行本掲載時に権利関係の問題により名前、デザインが変更されている。 D&D の日本販売元、当時出会った神話が、ジャンプ編集部にクレームをつけた際、担当の鈴木さんという人物が土下座して謝ったため、単行本での修正の際に、名前が鈴木土下座へモンにな、と OVA 版、バスタード、暗黒の破壊神マイナスのイベントで発言していたと、される。しかし、萩原の担当編集者に、鈴木がいたという事実はなく、土下座、 エモンという名前も適当に決められたものでる。なお、作中では、後ろからの一撃を受けて、魔法無効化が緩んだことにより倒されるが、本来のビホルダーでこのようなことはありえない。コナミのアクションゲーム、悪魔城ドラキュラシリーズには、鈴木ドゲザエモンに似た、ドゲザーというモンスターが登場している。ソードワールド RPG に登場する、球場の体に、 巨大な一つ目を持つ生物。名前のモデルとなったのは、水木しげるが、ケルトの妖精から名前を持ってきてデザインした妖怪、バックベアードだと思えれる外見がビホルダーに類似しており、特殊な眼力を持つという共通点もある。ゲームデータとしては、冷凍光線、金属分解光線、洗脳光線などがあり、ビホルダーを強く意識している。リプレイに登場した際はプレイヤーから、 ドゲザエモンの、と呼ばれている。ドラゴンクエストシリーズに登場する。ビホルダー自体がギリシャ神話のメデューサに似た部分があるため、石化能力、頭頂の触手など、それを逆手にとってメデューサの頭部の形状をしているモンスターがビホルダー相当のものとして作られた。教科書としてゴーゴンヘッドというものもいる。蒸気以外にも多くのファンタジーゲームでゲーザー、 アイ・タイラント、目玉の暴君。D&D でもビホルダーの俗称として使われている、イビル・アイなど、様々な別名で、ビホルダー相当のモンスターが出演している。ドクター・モローのコミック、サイノメ・ハンジョキにおいても、名前を言っちゃいけない怪物として、スカイラインという奏で登場した。ライトノベル、ゴブリン・スレイヤーにおいても、名前を呼んではいけない類の怪物として、 ビホルダー相当のモンスターが登場した。逆に、ビホルダーの名前をそのまま使った作品も、上記、バスタード以外に、以下のようにいくつかある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。